岐阜ワッカお送りしております、はい、さて続いては視聴者さんからの生告知コーナーです。このコーナーでは番組視聴者さんからイベントやお店の情報などを紹介していただきます。今回はなんとまた3組登場していただきますよ。告知時間は5分間ベルの音を使って残り時間お伝えしていきます。まず1組目の方はリモートでの出演となっております。それでは1組目の方行ってみよう。こんにちは。こんにちは。いや、すごいなんかたくさんいらっしゃいますね。にぎやか。はい、早速自己紹介お願いします。はい、私の名前は、スタジオ花のインストラクターをしているカンベルーと言います。お願いします。よろしくお願いします。スタジオお花ということですが、お知らせはどんなことをしていただけるんでしょうか。今回は9月に有志アクタミでオープンしたこのダンススタジオスタジオお花の新規生徒さん大募集という10月のキャンペーンと今週末開催するイベントのお知らせに参りました。ダンススタジオなんですね。新しいダンススタジオ、ね、すごい華やかなスタジオですね、うん、みんなダンサーの皆さん後ろ。そうです。すごい、集まってくれてる。どんなスタジオなんですか。こちらのスタジオは三好で活動するキッズダンスカンパニーファンファンファンを引き継いで秋田美でスタジオお花の名前でオープンしました。でこのお花は、はい、私の誕生日でもあるんですけど、うんうん、お花はハワイ語で家族という意味があって、みんなここにいてくれるみんなは家族だよというメッセージを込めています。ルー先生、今ちょっとお顔で重なってしまってるんですけど、お花ってひょっとして誕生日ということだったので数字ですか。おあ、なるほど。すごい。そしてハワイ語でもあって、素敵ななんかメッセージが込められてますね。ありがとうございます。どんなダンスを学べるスタジオなんでしょうか。今ここではヒップホップとガールズヒップホップと K-POP のクラスがあって、今 K-POP はすごく子供の間でも大人の間でも人気なので大ヒット中です。こちらのスタジオは生徒さんっていうのは何歳ぐらいの方なんですか。今は月1で開催している3歳から年中さんのレッスンに加えて、年長さんから高校生以上の方まで、みんないてくれます。じゃあこう大学生以下の方たち、子どもの方が対象なスタジオになっているわけですね。そうです、はい、そして今日そちらに生徒さんが集まってくれているということは、はい、今までのダンスの成果を披露していただけたりしないでしょうか。あ、もちろんダンス披露させていただきます。よろしくお願いします。じゃあスタンバイお願いします。みんな可愛いね。スタジオもカラフルやし、みんなもカラフルでなんか楽しんでる雰囲気伝わってきますよね。ルー先生の爪もめっちゃ可愛い。見たいですね、詳しく。そんな可愛らしい人たちからどんなダンスが。ありがとうございます。みんな集まってきた。可愛い子たちいっぱい。皆さん体格はこう華奢なのに大きく見えませんでした。めっちゃかっこいいね。かっこいい。初めての方もこんな風に踊れるようになるんですか。初めての方でもこうやって踊れるようにいっぱいサポートしていきます。へー、すごい。なんか魅力いっぱいな、そんなダンススタジオお花ですけども、今月10月キャンペーンも行ってらっしゃるんですよね。はい、今月10月から新規入会者様の入会金がタダになるというキャンペーンをスタートしてます。ちなみに入会する前に体験したいなっていうことはできるんですか。もちろんです。体験が2回までずっと無料で
わかりました。じゃあまずは体験してみてっていうのもありですし、あとはイベントも控えてるんですよね。はい、じゃあ10月22日のピラティスのワークショップを開催します。でこっちがキッズピラティスになるんですけど、岐阜では本当に珍しい子どもの姿勢だったりとか、外で遊ばないということとか、そういうのを改善していこうというのと、で裏面こちらが大人向けのピラティスも開催しているので、ぜひ見てください。いいな、尿漏れ直したいそこそんな効果も。ルー先生、今インスタグラムのアカウントも表示してるんですけど、これを見ていけば、はい、こういうイベントの情報も見られますか？もちろんです。今スタジオお花の情報をすべてここに公開しているので、はい、よかったらチェックしてください。はい、わかりましたでは名残惜しいですが、最後に一言テレビをご覧の皆さんに PR お願いします。はい、本日スタジオお花のみんながこうやって来てくれましたが、本当にアットホームなスタジオで、みんなワイワイと本当に家族のようにダンスを楽しめるスタジオだと思います。ぜひちょっとでも気になった方はスタジオ花までお問い合わせくださいはい、スタジオ花の皆さん、ルー先生ありがとうございました。ありがとう。はい、大きくなれよかわいい。なんかもう黄色のビビッドなスタジオもそうですし、うん、皆さんジクシーもすごく元気があって、そうね、なんかもう魅力いっぱいな、楽しく、うん、頑張るんじゃなくて楽しくダンスができそうな場所でしたね。ぜひインスタグラムスタジオお花調べていただいて、はい、皆さんこちらダンスを挑戦してみる、そんなきっかけにしていただけたらなと思います。ということで、まず一組目の方はリモートで登場していただきました。続いて二組目の方ですが、スタジオにお越しいただいております。さあ、どんな方にお越しいただけたのか、二組目の方行ってみよう。どうぞ。いやー、なんか怖い。ネイマールが来た。じゃん、来ましたよ。じゃんって、ちょっとまずこっち見る前にカメラ見ていただいて、はい、自己紹介お願いします。はい、ブラジルから来た大野美香です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、おなじみですよね、もうね。あ、本当に嬉しい。っていう方が岐阜ワークの中にもいらっしゃると思いますブラジルの日本祭りの様子をこうスマートフォンで上手にリポートしてくれてた、その説はあの美香さんです、ね、日本の反対側からあ、そう、ちょっとワープしてワープしてじゃあもうワープして帰ってもらっていいですか？シュー待って待って待って、今日何のお知らせに来てくれたんですか？あ、そう、いいこと聞いてくれた、うん、ちょっとこっちに、はいはい、こんなのさりげなく置いてますけどデカデカとありますよ。岐阜県人第1回岐阜県人世界大会っていう、うん、そのために私来たんだ。あら、あらですけど、うん、世界大会って何って思うかな。ちょっと仰々しいですね。はい、世界大会出たことある？あるわけないじゃないですか。あります？唐突にないです。ないで す, ないです。全国すらないです。国際大会ないです。ないです。ないです。あります？性能大会。性能大会ぐらいはまああるわね、うんうん、これがね、失礼だな。世界大会にもう出られるの、いきなり、まるでオリンピックに出るかのように。またそんな、そんな簡単に出れないです。岐阜県人ですよ、我々。岐阜県人、いきなり世界、うん、世界、うん、岐阜県人、うん、岐阜を愛する人なら誰でもこのいきなり国際舞台に出られるっていうのがこの世界大会、うんうん、だから誰でも来ていい。ちょっと待って、平たくすると この29、30に行われるこのイベントに行ったら世界大会に参加した人になるよってこと？なりますね、これが。でね、ブラジル、アルゼンチン、ウルグアイ、南米からもたくさんの岐阜仲間が、うん、岐阜の陣が来るんだわ、これが。あ、なるほど。2、3人？40人ぐらい。そんなにおるの？うん、40人ぐらい。それ、その後岐阜をぐるぐる回るでね、しかも本当にあ、じゃあもう世界でこう活躍してる岐阜県人が一堂に集まり、そしてそのメンバーだけじゃ、国内にいる岐阜人、私たちも参加していいっていうのがこの世界大会。そう、南米だけじゃなくって、うん、あのアメリカ、アジア、うん、もういろんなところからもう岐阜を愛する、うん、この気持ちだけでみんなが集まる。
え、でもこう岐阜を愛すって言っても、うん、なんかこう参加したくなる何かが欲しいじゃないですか。そうですね、うん、なんかちょっと怖いもんまだ、うん、何があるのかが分からない。これがね、ここのちょっと写真見てもらうと、うんうん、エンタメがねあるんですわ、うんうん、これがで、エンタメで何やるかっていうと、うん、岐阜と世界、うん、これの一大ストーリーが、うん、なんと講談師、美濃市出身の神田京子さん、うん、それにこちら2度のグラミー賞に輝くて、うん、ニューヨークからなんと大野俊三さん登場、すごいでしょ、すごい。で、見てるだけでいいの、うん、世界大会だからなんかやらなあかんとか、うん、そんなんじゃないの、予選勝ちのかなあかんのか、座って見とったらいいんやって、お金かかるのこれ無料、すごい、世界的な、うん、ただね、サラマンカホールで、でめっちゃ音いいの、サラマンカで、サラマンカでピアノとおこと、でグラミーのトランペッターの音、グラミー賞、すごっ、楽しいから来てちょ、本当に岐阜と、岐阜にいながら、うん、あ、世界って近いんだって、あ、それで岐阜の、うん、人が世界でどれだけ活躍してるか、うん、それがよくわかる。なるほどね、ちょっとこれって、うん、子供でも楽しめる、あ、子供さんでも、もう誰でも、もっとなんかあれ、何式典ばっかやるとかさ、ねって思ってました、興味欲しいやつ子供とか全然違うね、楽しそうだよね、エンタメですね、まあ、楽しい楽しい、見とるだけでいいよ、30日もなんかあるんですよね、そうそう、30日もふれあい会館で、うん、さまざまな交流イベント、交流ってのは世界と交流、世界の仲間と交流、岐阜の人たちが岐阜のいいところを再発見する、そんな楽しいイベントです。こちらも無料でどなたでもフラッと来てもいいです。いや、これ多分途中からなんか大丈夫そうと思った人ついてこれてないと思うんで、ホームページとかあるんですよね。あ、ホームページあります、うん、岐阜県人会インターナショナルでググってください、はい、そしたらいろいろまた分かると、うん、いうことですね。そうです、なんか要はこう岐阜にいながら世界の話も聞けるし、岐阜のことも知れるし、まさに岐阜愛をつないでいく、そんな大会、そんな大会。いや、だって美香さん自身も地球の裏側に行って活躍してるってね、そうそう、今のこれね、今の私ね、マルと話したことあるから、何回 もうインタビューもしてるし、家も行ったよ。でも思った以上にいるぞってことだよね、岐阜県人が。いろんな岐阜県人おるよ、世界で活躍しとる。今まで知らんかった、ね、今年まで、うん、なかなかこう海外に飛び出そうと思ってもやっぱちょっと怖さがあるんですね、私なんかは。勇気がね。そう、でもね、出ても、うん、岐阜の人は帰ってきても迎えてくれる温かさがある。まあ、それはね、そこには自信あるけど、だからみんな思い切って羽ばたいて、うん、ほんで戻ってこようよ。いや、まあ岐阜の人はさ、奥ゆかしいのよ。なことない、うん、岐阜の人はええとこいっぱい持っとるで、面白いし。まずこれ参加してもらって29、30、ただやし、サラマンカやし、そう、近くですからね、うんうん、来てもらってから第一歩踏み出しますか。じゃあ、そう、あの世界の仲間と楽しくやろう。あ、いいですね。昔が最後にまたうさんくさくなった。じゃあその岐阜愛をテレビをご覧の皆さんに届けていただけたらと思います。 PR お願いします。はい、10月29、30サラマンカホールふれあい会館で、世界の岐阜人と岐阜愛をテーマにみんなで楽しくやろうめそういう会です。大会です。ただの岐阜の人だとポルトガル語とかないですか。うん、ジェンチベーニャーなんて言ったんですか。うん、みんな来て、うん、みんな来てね、ジェンチベーニャー。はい、はい、ミカさん、ハルバルブラジルから。じゃあタイムワープそろそろ、県人会の大会まで追ってくださいよ。そうそう、それまでは終わるわ。ミカさんに会いに来てほしいですね。あ、みんな来てね、声かけてね。皆さん、ありがとうございます。ありがとう、はい、じゃあね。いいな、めっちゃ壊れてます、壊れてます。もっと華やかな格好を当日はしてらっしゃるそうなので、ぜひ皆さん、美香さんを見つけていただきたいなと。絶対楽しいね、このイベントで。いや、本当にパワフルな方たち、元気もらえるので、うん、もう間近で感じてほしいなって思ってます、今年まで本当知らなかった、こんなすごい、うん、ね、世界とのつながり、岐阜の人って面白いって思いました。ただそこにいますけどね。はい、ということで、あっという間ですが、2組の方ご紹介をしまして、はい、続いては3組目の方、スタジオにお越しいただいています。それでは3組目の方、行ってみよう、どうぞ。こんにちは。こんにちは。今日は個性が強い、まあ、時期やわね。はい、まあ、一応聞きますか。ね、自己紹介お願いします。はい、コンシューマー営業部新築係の金松奈美です。よろしくお願いします。ちょっと待ってください。ということは CCM の社員さんの方でいらっしゃる。はい、
いい社風ですねこれね。なんかもうちょっと実は撮ってほしいぐらい可愛い子なんですよ。いや本当だよ。いや照れるなよ。困るし。え、なんか何それしに来ただけ今日。お知らせ。いや、うん、お知らせがあるんですけど、うん、お二人にもぜひちょっとつけていただきたいのがあるので持ってきて持ってよかったら一緒に、はい、どっちがいい。発注者そうなるよね、はい、何のお知らせ。はい、ハロウィン気分、ちなみになんですけどお二人、うん、総合住宅展示場はご存知ですか。ちょっと待って この格好で聞かれる質問急に真面目な話になってます。知ってます。行かれたこととかはあるよ。 ありますか、うん、今回岐阜にはいくつかの総合住宅展示場があるんですけど、うん、そこで県庁前の展示場と鏡ヶ原の展示場で、うんイベントが行われるので、うん、そのイベントの告知のために今回来させていただきました。すごい満足そうな顔するけどということは当然これなんか意味あるんですよね今の僕らの格好とかも。もちろんです。よかった。どんなイベントがいつあるの。と毎週何かしらの催し物が開催されてるんですけど、うん、今回とっておきのイベントは10月の23日に行われます。その名もせーのハロウィンフェスティバル。ですよね。うん、そうだと、これで雪合戦とかだとぶち切れるね。おいおいってね。うん、ハロウィン、ね。そうです。どんなフェスティバルなの？うんうん、はい。この23日なんですけど、ハロウィンマルシェでしたり、うん、お昼寝アートというものが行われます。うんうんうん、この中でも特に目玉のイベントが、うん、ハロウィンの親子で仮装コンテスト。お、いいじゃん。これだ、はい、これだ。いいじゃん。親子でっていいじゃん。ね、はい、こちらが。目玉のイベントになっております。へえ、でもコンテスト、うん、はい、コンテストなので、うん、豪華景品も。あ、すごいじゃん。はい、どんなのもらえるの。例えば、うん、言える商品券。あ、言っちゃう。優勝の方にはそういったものでしたり、はい、その他いろんなものが用意されてます。うん、でも、そう、金松さん、CCN の金松さんが PR してくれてるってことは、うん、なんで CCN のこのコンテストに参加させていただきます。どういう形で参加するの。うん、審査員として出させていただくので。私が出させていただきます。本当、はい、審査員の一人なんだ。はい、で CCN 自体はこのハウジングのイベントでは何かあるの。 CCN も、うん、お菓子を配っているので。ブースがあるってことね。そうなんです。あ、なるほど。なのでCCNのスタッフにトリックアトリートと言っていただければ。お菓子ももらえるし、うん、コンテストでは金松さんが審査員もするし。そうです。でもし新築関係で、テレビネット電話気になるなっていう人がいたら金松さんにまた相談しても OK と。もちろんです。いうことですね。なるほどね。でも普通に楽しそうだったね。もう一回ポスター見れます。はい、もうすごい賑やかなポスターですもんね。すごいよね。もうこれ自体がさ、はい、23日以外もあるのね。うん、30日は、うん、はい、鏡ヶ原の展示場で、うん、同じくマルシェでしたりおねんねアート、さらには有名なアーティストさんのライブでしたり、うん、この30日はキッズダンスのコンテストも開催されるので、うん、イベント目白押し。なんでシーモって言わんかったのかすごい不思議な有名なアーティストね。そうか。あと23日は、うん、には CCL の特別賞もあるので。特別賞。はい、ぜひぜひ。また歌のお兄さん伊丹さんとか。それは分からない。私からの特別賞です。あ、そうなんや。あるのでぜひぜひ。あとさ、思ったけどさ、コンテストってこれ何、急に言っていいの。その日当日と事前にご予約取っていただく必要があるので、うん、まだ全然ギリギリまで応募しているので、うん、岐阜のハウジングギャラリーでホームページ検索していただいて、そこからご応募ください。23日はね、何時から。1時からになってます。あ、ちょうどいいわ。23日さ、 FC 岐阜のホーム戦で、はい、ナイターなの。19時キックオフで、うんうんうん、ハロウィンイベントなの。仮装する人いっぱいおるで、うん、ちょうどいいですね。応募してもらって、はい、出てもらってからの FC 岐阜に、うん、はい、どちらも楽しんでいただければと思います。一日楽しんでいただきましょう。はい、見慣れてきたし、なんか長くなってきた。お二人も可愛らしくて。そうだよ、はい、そうやっぱ浮かれてんな、クジラちゃん。いいんです、私はいいんです。ではその金松さんの笑顔で PR を最後に一言お願いしましょう。はい、23日は CCN の PR ブースも設けております。岐阜のハウジングギャラリーの県庁前展示場には
18のハウスメーカーと工務店さんでがいらっしゃって、25棟のモデルハウスが展示されております。これから家を建てようかなという方はぜひご覧になってください。お待ちしております。はい、はい、これをこうちゃんと振りながらやってるのが可愛いなと。ちゃんとこれちゃんと持って帰ってくださいよ。はい、大丈夫、もしよかったら。はい、もう結構だ。23日皆さん仮装してぜひ。はい、お待ちしております。はい、では金松さん、ありがとうございました。ありがとうございました。審査員頑張って。ありがとうございます。見れないでずっとステッキを振ってた ね、ちゃんと振ってるんですよね。うん、使ってくれてる。でもちょっと面白そうだったね、イベント自体ね。いや、なんか本当に秋イベント盛りだくさんなので、うん、どんなイベントあるんだろうって気になるかと思いますが、はい、この生告知コーナー岐阜輪っかの再放送や YouTube でもご覧いただけます。またこんな風にお知らせしたい方はホームページから受け付けていますので、ご応募お待ちしております。ということで今回は3組ご紹介しました。はい、心重なる CCN